皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、パズドラランウェイが昨日に引き続き近日開催予定の留学士イベントモンスターの図鑑画像を紹介しているので見ていこうと思います。はい、昨日ですね、既存キャラ強化に加えて、あとはね、武器化が追加されたんですが、一個注意点がありまして、フェルルだけ、修正が入りました。はい。このキャラですね、もともと何が良かったかって言いますと、リーダースキルがね、闇の HP と攻撃力が2倍、3コンボ以上で3コンボ加算、3色以上で3コンボ加算、闇4個消してダメージを軽減、攻撃力が20倍と、闇のウェイ組むだけで攻撃力40倍だったんですよね。なんかもう何でもありなキャラだったんですけど、残念ながら、修正が入りまして、まあ、てか、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、HP2 倍、回帰力2倍、3色同時3コンボ加算、闇4でダメージを軽減、攻撃力が20倍になりました。はい。まあ、これによってね、闇ウェイで40倍とかいう化け物が消えて、残念ながら20倍の性能って感じになっております。はい、これがフェノンですね。で、こちらがですね、今回の新キャラになります。実際に見ていきましょう。はい、こちら。先日の公式競争でも発表いたしました新モンスタービオーネが登場です。こちらは変身が可能ですということで、レアリティから見ていきましょう。星6確定枠ナイス。もう絶対そうやと思ったわ、マジで絶対にそうやと思った。もう絶対にそうだと思いました。もう星なので、いや今のパズドラムが星なので、交換所で交換できるキャラ出すと思えんくて、絶対着せ替えだと思ったんですよ。もう星6。いやもうこれはね、着せ替えですね。いやまあ、もしこれで着せ替えじゃなかったらマジすごいわ。でも絶対、絶対着せ替え。ナイス。はい、見ていきましょう。封印にスキブさんです。はい、スキルは自分以外の味方スキルが3ターン溜まる。そして変身が22ターンです。リーダースキルは水焦げしてダメージを半減。水闇同時攻撃ダメージを軽減、攻撃力が15倍です。なんか、ロイヤルオークのサブで使えそうなスキルしてますね。はい。変身後見ていきましょう。こんな感じ。封印クライムプラス回復努力を2つ、無股間10強10強 L 字2つです。あー、でも変身キャラっていうのはあるんでちょっとあれですけど、まあでも10強2個に無股間ある時点で火力めっちゃ高いですし、でかつ L 字も2個あるんでロイヤルオークのエンハンスの火力も上がるのがいい感じですね。ただやっぱりどうしてもね、変身キャラなんでマックス21億っていうところだけはめちゃめちゃ気になりますね。ただまあその分ね、6ターン分のスキブというよりかは3ターンのスキブプラス3ターンのヘイストがあるんでね、やっぱヘイストがこのゲームは強いんで、ヘイスト運としてはかなり強いかなって感じです。はい。であとクライムプラス持ってて回復努力を2個あるのも回復力上げれるんで、かつギミック耐性もできるから良さそう。まあ、暗闇、そうですね。はい。で、捨ては5644、3064、1260なんで、回復力は結構高めなんで、回復努力を2つ持ってるおかげで、十分回復要因では使えそうですね。あと、潜在8枠はめちゃでかいです。やっぱこれはシンプルでかいですね。スキル、消したドロップを全回復、全ドロップ6解除、水闇回復ドロップの3色時に変化が4ターンスキルです。あ、これめちゃ強いですね。4次元って、まず消しないドロップ回復だけでいいんですよ。覚醒無効はいらなくて、なのでまず消しないドロップ回復全回復だけでもう十分だし、かつ6解除と水闇回復3色陣があって、もう1回4次元なんですけど、4次元って花火とかちょこちょこあって、そう積みポジちょこちょこあるんですよね。そういうところ全部対策できるのと、あと欠損対策でも使えるので、スキル自体はかなり強いと言えると思います。はい。リーダースキルは水焦げしてダメージを半減、3コンボ加算、水闇同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が20倍です。まあ、リーダースキルでは使わないとしても普通に変身後かなり強いですね。なんならこれ確定枠で良かったっすね。これを単体でガチャで星6で狙わされるよりかは、まあ2140円かかりますけど、この性能だったら十分交換というか、まあ購入する価値はあると思います。ロイヤルオークパーティーにおいて圧倒的に強いサブとして名乗りを上げれると思いますので、ビオンでめちゃめちゃいい性能ですね。なんか最初ねちょっと思っちゃったんですけど、あーまた集金だって。でもこれはまあ確かにちょっと2140円、まあ、もしくは1840円かどっちか分かんないですけど、確定薬の価値は十分ある性能をしてると思います。なんならかなり強いと思います。はい、これがビオネの性能となっております。はい、めっちゃいいですねこのキャラ。普通に使いたいし性能もいいし、なんかめっちゃいいなこれ。で続きまして、ビオネはアシスト進化も可能となっております。はい。そしてあやっぱりそうですよね。ビオネ初入手の時には留学士ドロップ2が着せ替えドロップが解放されます。はい、見ていきましょう。こんな感じ。武器は水コンボ強化、封印、チーム回復2つに攻撃強化です。スキルは10ターン水ドロップが6状態で落ちてきて2ターンダメージを激減、属性吸収無効です。
はい、まあ、性能はめちゃめちゃ強いけどお金かかるよってキャラになってます。まあ、あの課金税の人は取ってもらって、で、まあ、無課金税の人はロイヤルオーク使いたかったら結構ね取っておければ安心感ありますね。かなり強いと思います。でロイヤルオーク使うてない人はいらないと思います。ロイヤルオーク僕はあの前回のねあのロボ確定ガチャで出たんで、まあまあゲットしようかなとは思います。はい、そんな感じです。その他留学シリーズの詳細は明日改めてご案内させていただきますので、お楽しみにという感じになっております。はい、なるほど、終わりか今日の発表キャラ数の少なさ異常、まさかの1体のみ。なるほどね。はい、こちらがディオンでとなっております。あれですね、なんか最近のパズドラのあの自社シリーズですか、シリーズとか自分の会社のコラボの復刻とかはもう基本的にはこういう感じのあれになるのかなってやつですね。着せ替え系とか、あとは交換できない系が絶対に増えてくるんですけど、まあ、今回はやっぱり着せ替えが一枠いるって感じになってます。はい、まあ、一枠っていうか一枠オンリーで着せ替えって感じになってます。それとですね、いくつか、イベントが来ております。はい、まずはこちら、石10個ガンホーコラボスーパーゴッド S 開催です。魔法石10個で1回回すことができる魔法石10個ガンホーコラボスーパーゴッド S が開催と、今回のゴッド S はデイトナやヘラルノなどのフェスゲーモンスターのほか、クルセイダーやベイラなどのガンホーコラボの一部キャラがラインナップと。今回の魔法石10個ガンホーコラボスーパーゴッド S は全てレベル最大、フル覚醒、スキルレベル最大、プラス2級などで配出されます。お、めっちゃ久々のスーパーゴッド S じゃないですかこれ。え、これいつぶりなんだろう。なんかね、最近全く来てなかったっすよね、スーパーゴッド S は。やってるよね。俺プラスがマジでなくて、あの僕あれなんですよ、あまりにもプラスがないからついにこの前裏マロの集会始めたんですよね、もうプラスなさすぎて。だから多分今回またゴッド S かよと思う人いるかもしれませんけど、今回久々に多分来ると思うんで、またというよりかは結構久々な気がします。ゴッド S あったけどね、多分スーパーは久々やった気がする。で、あとちなみに引かなくていいです、あのもう言う必要は一つもないと思います、あの引かなくていいです。まあ、クルセイダー武器が欲しい人、あのガンホーコラボ待ってください。何を売っているんですか、クルセイダー武器が欲しいからこのガチャを引くんですか、あなた死にますよまあ俺の予想ね、クルセイダーは 1.5 か2なんですよ。何連引きます？ 50 連ぐらいいけます？引いていいっす。50連いける金持ちはもう行ってください。もうそれ以外の人はマジでスーパーゴッド S で50連とか、あの人が死ぬ額なんで本当にやめてください。もうね、基本的にスーパーゴッド S は今はスルーしてアンケートゴッド S を引いてください。クルセイダーはあの普通にガンコラで買ってください。2140円確定なんで。確かに強いんで今ゲットしたい気持ちもちょっとわかるんですけど、さすがにこのガチャで狙うのは闇にも程があるんで、今回はスルーおすすめです。デイトナーシールフロヤロクのチャンスが欲しい方、今じゃなくてちょっと待ってアンケートごとです引いてください。もう来週か再来週あたりかな、アンケートごとです来るのは。もうね、11月には来るの決まってたはずなんですよね確か。11月下旬ですか。ってことはまあ多分2週間ぐらいになると思うんですけど、もうそこでね、アンケートゴッド S 来ます。さらに12月1日水曜日からですね、超絶スーパーゴッド S 最大50連無料が来ます。もう今、ゴッド S を引くのはかなりリスクが高いと思いますので、まあ、そこのところですね注意してもらえればなと思っております。ベリアルが欲しい、ガンホーコラボを待ってください。ガンコラはね、今んところ3ヶ月周期で来るんで、あんまりね、無理にゲットしに行く必要がないコラボなんですよね。そう、結局来るから。なんで焦らずにって感じでお願いします。そして最後ですね、ランダン76マスで固定パーティーのダンジョンが登場です。こちらはね、月曜日0時からなんで、ぜひとも挑戦してみてくださいって感じになっております。はい、ということでですね、今回はパズドラの最新情報について話す動画でした。ぜひよろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。